観覧車ツーショットトークーイエーイツーショットトークカチンってカチンってカチン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 そこどう乗り越えてまた成長できるかですよね。それで俺らお互いとからって言ってくれて、めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい。ミッチーご褒美福島山形なにわ男子7人旅イエーイ。うわすげー綺麗、急に景色変わる。わすげー、いただきます、いただきます、いただきます。うーん、うわまあ、ありがとうございます。お肉 NG。 お肉 NG。 うわぁ、ありがとう、よいしょー、うわぁかっけかっけ。続いては、なにわ男子観覧車ツーショットトークー。イエーイ、ツーショットトーク。はい、まあ、今からメンバーの名前が書かれたくじを2枚引きまして、うん、はい、その2人でツーショットトークをしていただきます、はい、これを機にね、2人だからこそできるツーショットトークみたいなのを、はいはい、存分に楽しんでいただければいいな。なるほどね。何の会社だっけ。残り1どうするの。残り1人はもう2回行く人。あ、なるほどね。そう、ドラしてくるんだよな、ちゃんと。はい、1人目、はい、長尾くんでございます。ケント、ケント、はい、まずね、ケントが誰が乗るのか。お、西畑、おお、2人で行ってきます。行ってきます。はい、じゃあもう一組行ってみたいと思います。ジョーくん、はい、お、俺、藤原、はい、ジョーくんと、あ、俺や、お、ミッチ、お、ミッチ、俺だ、俺だ、俺とミッチ、俺こ、3組目、1人がカチンコチンやね、1人カチンコチンね、カチンコチン、はい、はい、はい、大橋、大橋、さあ、どっちや、選ばれた人は大橋とおるや。俺、カチンコチン行く準備してた。え、流星くん、はい、カチンコチン、じゃあ、行ってらっしゃい、カチンコチン。じゃあ、4人、観覧車、こちら行ってきます。お願いします。おお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 お奥の方まであるわ。僕シートベルトいいか、いいか。ほんまや。シートベルト。虫おんねんけど。なんか叫んでんねんな。なんか楽しそう。しか黄色揺れてない。ミッチがこれを発案した時にどういう会話をしてほしいと思う。みんなに。なんかエモエモになる、なってもいいのかな。思いまして、シンプルにその二人のらしさが出ればいいかなと思ってたんで。ちょっと、なんかすごい。ちょっと待って、騒がしいぞ。今ミッチがエモい感じになればいいかなって言ったら上に、うええあれ、あれ上はエモいんか。ごめん、全言撤回。中におるやん。めっちゃ仲良し。ケントとダイゴがどういう話してるのかが俺想像つかん。確かに、確かに想像つかんか。あそこイレギュラーすそう、一緒に二人でご飯とか出るイメージないし。そうやな、ジョー君とミッチは分かるけど。でもケントとダイゴってやっぱクリエイティブというか結構いろいろ作ってくれてるから、何言わんこともね、そういう話になるのかなとも思うけどね。2023年になりましたね。せいで早いな。この前すっごい枠出てカウントダウンやって、さあ正月明けたと思ったら多分2023年もあっという間だよな。って言って毎年毎年やってるのに終わんやろな。うん、気づいたら10年とかなってんのかな。なってんじゃん。2020ってもう先のことやと思ってたけど、割ともう今23やで。だって2013年なんてさ、俺まだジャニーズ入る1年前で、でジョー君は2013年、9年目とかだから今の俺ぐらいか。お前、ええー、いやー、でも道がいいよ。二人だけの話でしょ。そうそうそう。あります？なんやろうね。ねえ、まあそれこそさ、前回とかのツアーはさ、はい、演出やって、うん、衣装やって、うん、みたいな感じやったけど、やりましたね。どうですか。
衣装やってみてですか。そうそうそう、まあ、自分のね好きなことなんで楽しんでやらせてもらってますけど、うん、でもね大悟くんが言ってくれた言葉が俺すごい衣装作りになんかこうすごいこう気持ちがあって、やっぱり一人で作ってるじゃないですか、うん、今、ね、まあみんなのねこう意見とかも取り入れさせてもらったりもしてますけど、なんかやっぱ不安になる時があって、うん、大悟くんにこんな感じでいいんすかねとか何かありますって言ってくる、うん、言った時に、うん、大悟くんがいや俺らの、 あの意見も大切だけどケントの思うことが多分一番正解やし、自分が思う通りに作ってくれたらそれで俺らは輝けるからって言ってくれて、めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい全然覚えてない全然言うこと覚えてないけどなんかこう悩んだ時とかもいやでも大悟くんそう言ってくれてたからここはちょっと自分で考えてメンバーにちょっとできてから提出するかとか、あそうそうそれがね、ほんまに栄養もうジュニアの頃からケントが立候補してくれてたから、もうそこに関してはもう信頼しかなかったから、もうなんかこっちからすると全然口出しすることなかったし、信用してるからこそなかったからね。ああ、ちょうどてっぺんです。てっぺんや、てっぺんです。てっぺん取ったぞ。なにわ男子もトップを狙うぞ。セミカナイさんてっぺんだった瞬間にそマジ濃い1年よ、毎年毎年すごいっすね。なんか更新されてるもん。いや、なんかそれがそれで楽しいけど怖いっちゃ怖いよ。うん、勢いがやっぱり落ちることもあるけど、そこをどう乗り越えてだんだん成長できるかですよね。まあ今の仕事も頑張りつつ、新しい仕事も絶対来るやろうし、うん、経験したことの仕事を経験するのがなあ自分の財産にもなるから。そうそうそう。でさ、今もうなにわ男子が全員お芝居の仕事をやらせてもらえるようになってきたじゃん。そうやな。なんかそれがすごい嬉しいですよ。それも想像つかへんかったよな。うん。いや、分からへん。これほんま分からへんよな。だって5年後ミッチーがめっちゃバラエティー班になってるかもしれへんね。ほんまそうやな。もしかしたらそうなってるかもしれん。せやねん。何が起こるか分からんからな。言うてもう少し今日変だな。映画も、うん、あるし。スペシャルキスもそろそろもうプロモーションも始まってくるから。頑張りたいですね、これも。トゥルティティティ。逆に何かこう演出であります？うん。演出で？うん。いっぱい試していけたらいいなと思ってる、なにわ男子で、うん、まあ例えば次は違う人がやるのか、次はこう全員で作るのか、うん、そういうのとかなっていうか自分らの中でこうこれが一番しっくりくるな、うん、なんかこれがいいなって思えるところに多分行き着くと思うから、そういういろんな可能性を試しながら挑戦しながら、うん、っていうのがいいんじゃないかなと思ってる。いやすげえと思うさ、それこそ僕らはこう会議の時に意見言わせてもらって、うんうん、で、大悟くんがまとめてくれてそれがこう形となってって感じじゃないですか、うん、僕ら意見を言わせてもらうのはこうパン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 投げられたりだとか、うん、まあね、お話しさせてもらったりしてますけど、それをまとめるのはすげえな。いやいやいや、もうありがたいよ。だから結構クリエイティブな2人やと俺は思いますよ。びっくりするぐらい一周早かったなじゃあ、ほらまず2周目の一組ペア、はい、流星くんと行っとるぜ。で、恭平がちゃん、もう一人人からこの4人の誰かね、この4人の誰かからこの人だ。おやったー、大悟くんだ。じゃあ4人観覧車乗ってきてください。行ってきまーす。行ってきます。行ってきます。行ってきます。行ってさてさて、始まりましたね。始まりましたどういう感覚こっちーってこっちーってこっちーあっちーあっちーあっちーうわ、久しぶり乗ったわ、観覧車乗ったの、久しぶりや。なんかのあー、とかとかとか、いいね。あ、とりあえず、あったまろう。タカト苦手やもんな。いや、ガチ苦手よ。俺だから喋らんよ。喋れよ。喋れよ。大橋と流星ペア。はい。そうですね。そのペア何喋るやろ。何話すやろ。大橋がスイッチ入れそう。やっぱさ。言うな。確かに。で、何なんその喋り方。
な話する言うてもな、もうどれぐらいの付き合いよ。序盤で仕切り始める大橋くん。俺が入所して10年ぐらいか、うん、10年ぐらいです。うわー、ちっちゃい時な。いやね、大橋くんの第一印象はあれ、あのカラフルな靴を履いてる、うん、真っ赤とか、真っ赤とか黄色も入ってたもんね。真っ黄色とか入ってた、ブルーは入ってたかな。え、トゲトゲなバッグとか持ってたよ。待ってた待ってた、ポケット12個ついたやつ。どこ行くの分からん。あとはあの靴型のカバンとか手こう斜めがけてね。何話してたんですか。じゃあさっきは、ケントとは、その、衣装の話とか、あ、なるほど、演出の話とか、もう、ほんまになんかクリエイティブの話を。何や、なんかあります？これ何でしょうね。変なジャンケン。変なジャンケンでしょ。とりあえずやってきます、変なジャンケン。やってきます、ここで、大々的に。うん、そうね。最初、グー、ジャンケン、ほい。よかった。と思うやん。うん、でもそれ、まあ、パーとグーで負けたと思うやん。うん、と思うけど、こいつ、実はグーじゃないんですよ。こう浮いてんすよ。浮いてる？親指が浮いてて、うん、ここをポッて叩くとポッてなるんですよ。ああ、やっぱこう平和のグッド数字。でもやっぱグッドやん。はい。でもやっぱりそのグッドに勝てるっていうのはこうするね。ここにほら見て、あれやろ、これピッとしたらクイーンピース。なるほど、ピースになるわけですね。やっぱ平和、平和の勝ちやから。ほら、でさ、ここ切ってきたわけか。これ切ったわけでしょ。あ、切った反動で、やっぱ反動って何でもあるわけじゃないですか、うん、切った、切られました、うん、反動でここ出ます。やっぱこれシンプル、数勝ちです。2本と4本、数勝ちやと思うやん。さっき直した3本が、で、こっちにおってん。うぃーぷしゅー、効果差相カウント勝った。俺らがサボってたんバレるやん。行きましょう。サボってないからね。これも、勉強やから。ありがとうございます。まあ一緒にはなんていうの、やってなかったけどさ、ちょこちょここう喋る機会とかあったやん。なんかね、うん、ダンス教えてくれたりしてた。それこそ、うん、なんか入ったばっかやったから先輩のバックつく曲とか、うん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 、とりあえず大橋くんに聴いとけばなんとかなるっていうの。そう、教えたってって言われてたから。みんな一回さ、ウエストの桐山くんとかがさ、一回何回かそのバーベキュー連れてってくれて、うんうん、その時めっちゃ喋ったよね。喋ったね。で、うん、そこでよく喋るようになって、うん、そっからですね。そっからやね。流星ってさ、よくさ、うんうん、俺がボケたりしてしても、こう、かわいい言ってくれるやん。かわいい、あれ助かる。あれ助かる、あれ助かる。どこ、え、ジョー君どこ。ピッチー、うわっ。え、ピッチー、はい、かわいいもん、なんか、うん、何も考えてない感じ。でもなんかさ、何も考えてない感じって見えながら意外と考えてたりするやん、うん、たまにね。だからなんかさ、うん、リーダーとして成り立ってるんじゃない？いや、それはやっぱ周りがさ、いろいろやってくれてるから、こう、手を差し伸ばしてくれてんのみんなやから。ちょっと覚えてる？何？俺さ、うん、一回さ、何屋のグッズ撮影の時に、うん、めっちゃ初期、うんうん、なんか、みんなの輪に入れなくなって、あ、俺、外のベンチの方で一人でおったんよ。うん、やったら大橋くんが話しかけてくれて、うんうんうん、俺今ちょっとこう輪に入れないと、バイバイした中に、うん、なんか気持ち的に、うん、やったら大橋くんがすごい、あ、じゃあちょっとここ、じゃあ俺おるわって寄り添ってくれたの覚えてる。忘れたん？忘れてない。忘れてない。家じゃないんだよ。でもすごい助かったし。ほんまに？なんか、そっからより、うん、好きになったやろ、俺のこと。うん、好きになった。そうやろ？うん、かっこいいから。そんなあったんや、エピソード。なんかね、俺も覚えとこ。うん、覚えといて。
4本と思ってますやん、うん、これが実はこっちにも4本いました。なんで？あ、頂上っすね。頂上おはようございます。いいできろ。ちょっと待って、あの、変なじゃんけんで半分は辛いって。え、これみんな分かるかな。絶対分からんで。分からんかな。あの、半分早送りやわ。そんな置いといて。なんか、何ですか。いや、僕本当に何話男子のメンバー一番大好きっす。やっぱり全員大好き。やっぱりここに来るまで僕はいろいろありましたから。うん、やっぱり他の6人の支えがあっての僕は今だと思いますね。そうなんや。やっぱりよかった。やっぱこうね、結構自分周りから見られてるのは結構ポジティブみたいな、うん、メンタル強いみたいな感じでやってますけども、うん、まあそういう生き方が僕楽なので、うん、やってるんですけど、さすがに耐えれん時もありました。うん、その時はやっぱこうメンバー見ると元気出ました、うん、意外とね、こう恭平ってこうクールな感じやし、なんていうか、こうノリもいいし、なんかポジティブに見られがちなところあるけど、意外とナイーブなところも、そうですね、繊細なところもあったりするからね。意外と隠しちゃいますけどね、うん、そう、でもなんか結構ほんまに相談するって言ったら大悟くんですよね。これだから本当に大悟くんぐらいです、俺、なんていうの、うん、ギャーン、はぁ、終わるって思った時、パッて横見たら、なんかどこからか走ってきましたよね。あれ、あ、え、やばい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 、みたいな。ちなみにどこにあった。いや、あの、あれ、人狼鬼ごっこやった。絶対違う。決して無限を見に行ってたわけじゃない。無限見に行ってるやん。無限見てたやん。楽しかった、楽しかった。なんか、新鮮やな、こんな感じ。いや、初めてやん、もう初めて、初めて。5年ぶり。